君が通っていた小学校に不審者が現れたことはあったかな？2001年6月8日午前10時10分、大阪教育大学附属池田小学校。授業終了のチャイムが鳴ると同時に生徒たちの明るい声が聞こえてきた。そんな中、校舎内にけたたましい叫び声が響き渡ったんだ。叫び声を聞きつけ、校舎1階2年生の教室に駆けつけた教員は目を疑うような光景を目の当たりにする。床には大きな血だまり、そして血まみれで倒れ込む数人の児童。なんと大柄な男が出刃包丁を振り回しながら教室を移動し、手当たり次第に児童を捕まえ切りつけているんだ。何をしているんだ、やめろ。間もなく駆けつけた教員たちに取り押さえられた大柄な男。すると男は出刃包丁を床に落とすとこう言い放ったんだ。ああしんどい。アルゴ X プレゼンテッドバイアルゴメトリー。アルゴメトリーの姉妹チャンネルであるこのアルゴ X で支配人を務めるルナ・テミスだ。今回ご紹介するのは大阪教育大学附属池田小学校で起きた無差別大量殺人事件について。取り押さえられた時にしんどいと無気力な発言をしたこの男が小学生を狙った大量殺人を犯した理由は何だったのか。自分の主張を大声で叫んだ男の裁判は前代未聞と言われるほど物議を醸したんだ。それでは早速裁判の様子からご覧いただこう。前代未聞の法廷。2001年12月27日、大阪地方裁判所には1320人もの傍聴希望者が押し寄せていた。大阪教育大学附属池田小学校で児童8人を殺害し、他13名の児童と2名の教員に傷害を負わせた犯人の初公判が行われるからだ。口笛を鳴らしながら法廷に姿を現したのは犯人の男 TM38 歳。被害者遺族を含む傍聴者が T の姿を捉えると法廷内は一瞬にして緊張した空気に包まれた。静まり返った傍聴席を見回す犯人の男。すると彼は口の端を歪めて大声でこう言ったんだ。結果が分かってる裁判に暇な奴らが集まって、アホやの。こうして始まった無差別大量殺人の犯人 T の裁判。この日から約2年後の判決公判まで裁判を重ねるごとに犯人の主張が明かされていくんだ。彼はいつでも挑発的だった。法廷では常にあくびや貧乏ゆすりをしてやり過ごし、裁判官や被害者遺族をにらみつけることもあったという。世の中のやつは全員敵や。 T が法廷で発する言葉には反省の色はなかった。事件を起こしても俺は全然満足してない。幼稚園を襲っていればもっとたくさん殺せたのにって、そんなことばっかり考えてる。被害者遺族は T の言葉を聞くたびに怒りをあらわにし、怒号が飛び交う。早く死んでしまえ。そんな声が上がっても T は一切動揺することなく鼻であしらった。俺の死刑は決まってる。早く死刑にしてほしいわ。でも死刑になるには3人殺すだけで十分やったな。残りの5人はおまけで殺したようなもんや。 T のこのような言葉を聞き具合が悪くなり、退席する被害者遺族も少なくなかった。 T の言葉は彼が初めから死刑を望んでいたと思わせるね。日本では複数人を殺害すると死刑になる可能性が高くなることはよく知られている。ではその判断基準はどうやって決められているかは知っているかな。ここで本日のメトラーキーワード、日本の死刑制度について。日本で死刑判定が下される基準は主に次のようなものがある。1、犯行の材質。2、動機。3、残虐性。4、結果の重大性。5、遺族の被害感情。6、社会的影響。7、犯人の年齢。8、前科。9、犯行後の情状。この中で被害者の人数を表しているのは4、結果の重大性だ。犯人が3人殺害した場合、死刑がほぼ確実となる。しかし殺害人数が1人だとしても、1、犯行の材質。2、動機。3、残虐性を踏まえ総合的に判断し死刑を下されることもあるんだ。死刑判決された犯人の死刑執行は法務大臣の命令により行われる。判決から執行までの期間は原則的には6ヶ月以内とされているが、実際にはそれ以上時間がかかっており、平均期間は約7年以上にも及んでいる。 T の裁判は約2年間で24回行われた。そして迎えた判決の時、
この時も彼は驚くべきエピソードを残しているんだ。2003年8月28日、この頃には日本中で名を轟かせていた殺人鬼 T を一目見ようと、初公判よりも800人多い2107名の傍聴希望者が裁判所に押し寄せた。主文を言い渡します。静まり返る法廷。ついに判決が下されようとしたその時、おい、最後にちょっと言わせてえな。裁判官の言葉を遮るように T は大声で叫び始めた。今日は発言を認めません。このように発言を禁止されても、 T は手に持ったメモを突き出しながら叫ぶことをやめようとしない。どうせ死刑になるんやから言わせてくれ。たったメモ3枚や。興奮した様子の T を危ぶみ、刑務官が彼の両脇を押さえつけた。おいこら、何するんじゃ、話せ、喋ってる途中じゃ。おいこら。すると T は傍聴席にいた被害者遺族を名指しして矢継ぎ早に罵ったんだ。ガキどもが死んだ原因はお前らにある。あの世でもお前らの子供を追いかけ回したるからな。 T の言葉を聞いた被害者遺族は泣き崩れたり倒れ込んだりする者が続出した。 T が発したこのような暴言はその場にいた者でも正確に聞き取ることはできなかったとも言われている。しかしこれまでの彼の発言や性格からこのようなことを言ったのだろうと考えられ、ネットを通して広まったんだ。刑務官に両脇を抱えられ引きずり出されながらも叫び続ける T。 その声は法廷内へも届いていた。俺は8人を殺すのに10分かかっとらん。それなのに俺一人の死刑に2年近くかかって、ご丁寧なことやの。 T が姿を消し阿鼻叫喚となった法廷で裁判官の判決が読み上げられた。主文、被告人を死刑に処す。判決公判が始まってからここまでわずか3分間の出来事だった。人間の命、そして自分の命すら軽んじているかのような殺人鬼 TM。 彼は一体どのような人生を送ってきたのだろうか。多難の人生。1963年11月23日、兵庫県伊丹市に T は生まれる。工場で働く父親と専業主婦の母親、そして7歳上の兄がいる4人家族だった。経済的に厳しい家庭ではあったが、それ以外にもいくつかの問題を抱えていて、T は生まれた時から不安の中にいた。問題の一つは、父親による暴力。頑固でへりくつ、さらにアルコール依存症の父親は、一度怒りを爆発させると手に負えず、家族全員に対して暴力を振るうことが多々あった。後に T は父親についてこう語っている。物事がうまくいかないと全て人のせいにする人間だ。寝ている間に包丁で刺してやろうと思ったこともある。そしてこの家族が抱えていたもう一つの問題は母親の存在。家事育児が苦手な母親は母性も乏しく、特に T に対しては愛情表現を何一つしてこなかったという。母親の育児放棄は T が生まれる前から始まっていた。 T を妊娠した母親はこんなことを言っていたんだ。これ下ろしたいね。生まれたばかりの T に母乳をあげることさえ嫌がった母親は彼に対して生涯冷たい態度を取り続けた。そんな母親に対し T は死ぬまで苦しめてやると考えていたという。 T が物心つく頃にはすでにフラストレーションが溜まっていたのだろう。彼は子供の頃から悪さばかりしていたんだ。幼少期の T は周囲に迷惑をかけてばかりいた。国道の中央を三輪車で走り渋滞を引き起こしたり、人や車に向かって大きな石を投げつけたり、こうした彼の問題行動は小学校、中学校と年齢を重ねるほどエスカレートし、悪質なものへと変化した。クラスの中でも立場が弱い者を選んで暴力を振るったり、子猫を新聞紙に包んで火をつけたり、好意を持っていた女子の弁当に体液をかけたこともあるという。学校で悪さをする生徒はいわゆる不良と呼ばれるグループに入り仲間を作るのが一般的だろう。しかし T には仲間はおらず、いつも一人で問題となる行動をしていたのが特徴的だった。家庭でも学校でも分かり合える相手がいなかったからだろうか。意外にも大人になった T は結婚願望が強く、相手を積極的に探していたんだ。こうして彼は結婚を果たすわけだが、結婚生活とはどのようなものだったのだろうか。そして彼を事件へと導いたきっかけとなるある出来事を見ていこう。結婚時代。俺と結婚しなければお前を殺して自分も死ぬ。 T が33歳の時こう言って結婚を迫ったのは彼よりも2歳年上の女性 A 子さん。色白で目が大きく鼻筋の通った綺麗な女性だった。当時市営バスの運転手をしていた T は積極的に出会いの場へ足を運んでいた。 T と A 子さんの出会いは神戸市内のお見合いパーティー。彼女を一目見て気に入った T はその日のうちに交際を申し込んだという。しかし A 子さんの返事はこうだった。ごめんなさい。
しかし T はそれから何度も交際を求めて告白を繰り返す。それでも断る A 子さんに対して腹を立てた T は本性を現し、異常な行動に出るようになる。 T は A 子さんのことを殺害すると脅し、その上彼女の職場と実家を調べ上げ、周囲にも危害を加えることをほのめかしたんだ。恐怖心に負けたのだろう。 A 子さんが T のプロポーズを受けたのはそれからすぐのことだった。 T と A 子さんは出会ってから7ヶ月後に結婚している。その間ずっと T から脅されていた A 子さんはさぞ恐ろしかったことだろう。しかし彼女にとっての悲劇はここからだった。 T と結婚した A 子さんはすぐに彼の異常さを改めて思い知らされる。同じマンションの住民からあなたの旦那に睨まれたとクレームを寄せられるなどは日常茶飯事。バス運転手として勤務中の T は乗客の女性へ香水の匂いがきついと唾を吐きかけるなど、とにかくトラブルが尽きなかったんだ。そして何より機嫌が悪い時の T は容赦なく家庭内で暴力を振るっていた。しかも T は A 子さんと結婚するまで秘密にしていたことがあったんだ。それは2度の離婚経験。結婚後すぐに離婚を訴えた A 子さんだったが、結局離婚が成立したのは1年3ヶ月後。 A 子さんが T に200万円を支払うことでようやく離婚が成立したんだ。その後事件を起こすまでの約3年間で T は2度の結婚と離婚を繰り返している。しかしその間も A 子さんに執着していた T は彼女を待ち伏せして暴行を加えるなどの傷害事件を起こしているんだ。結婚願望が強い T だが、いずれも結婚相手に暴力を振るっていた。殺したいほど憎んでいた彼の父親と似ているね。さらに T は結婚生活同様、仕事も長続きしなかったんだ。高校を中退してから自衛隊やトラック運転手、引っ越し業者などの仕事を転々としていた T。 転々としていた理由は周囲とのトラブルや犯罪により解雇されるからだった。一時期マンションの管理人をしていたのだが、その時は住民女性の部屋に上がり込み性的暴行を加えたため解雇。小学校の用務員を務めていた時には教員用のお茶の急須に精神安定剤を混入する事件を起こし逮捕されている。他にも通り魔的な傷害や器物損壊、住居侵入などを繰り返していた T は半年から1年で職場を解雇されることが多かった。こうして経験が積み重なり、 T は世の中に対する不満と恨みを募らせていったんだ。思い通りにならない結婚生活、すぐに解雇される仕事、これらの不満が限界を迎え爆発した時、ついにあの事件を起こすんだ。絶望の果てに。2001年6月7日の夜、自宅マンションの一室で T は一人握りしめた拳を震わせていた。何をやっても裏目に出る。結婚も仕事もうまくいかず、借金ばかり増えていく現状に T は絶望感を覚えていた。貧乏な家に生まれ、何の展望もない自分の境遇に腹が立つ。それと同じくらい裕福な人間が許せない。 T の頭の中には今まで自分を苦しめてきた両親や元妻の A 子さん、金持ちなくせに家賃を催促する大家や、自分を蔑んだ目で見てくる近隣住民の顔がぐるぐると回る。そこで彼は考えた。自分の絶望的な人生を終わりにすると同時に、ムカつく奴らを全員不幸にする方法はないものかと。大量に人を殺せば死刑になる。そうすればムカつく奴らはみんな俺と知り合ったことを後悔するだろう。それに世間の大勢に絶望的な苦しみを味わわせることだってできる。しばらく考えた T は最悪の結論に達してしまう。大量に人を殺せる場所、それは小学校だ。襲撃する小学校は子供の頃妬ましいほど憧れていたエリート校、大阪教育大学附属池田小学校に決めた T。 彼は明日起こる惨劇を頭の中で何度も何度もシミュレーションしていた。6月8日の朝、時計の針は午前9時30分を指した。マンションの駐車場に止めていた白い車に乗り込んだ T は家を出発。途中刃物店に立ち寄ると、刃体およそ16センチの出刃包丁を購入し、大阪教育大学附属池田小学校東門の前で車を止めた。門戸が開いていることを確認した T は出刃包丁を握りしめ車から降り立つ。まっすぐに校舎へ向かう T の顔に迷いは一切なかった。こうしてあのおぞましい無差別大量殺人事件を起こした T。 彼が大阪教育大学附属池田小学校を襲った理由は、高学歴高収入のエリートに対する羨望と嫉妬を抱いていたからだった。 T は小学校高学年の頃、大阪教育大学附属池田小学校に憧れ、中学受験を希望したことがあった。しかしそのことを両親に相談すると、父親はこう言った。受けるだけ無駄だ。
小さい頃から家庭教師をつけるような裕福な家庭じゃなきゃ受かるわけがない。さらに母親は T のことをわがままだと罵った。そして最後に言ってはならない言葉を口にする。お前なんか生まれてこなければよかったのに。T の母親は彼の存在自体を完全に否定したんだ。こうして事件を起こし、日本中を震撼させた T は犯罪史に名を残す殺人鬼となった。しかしそれだけではない。自身の死刑を強く望んでいた彼は、判決から1年後に死刑が執行されたため、異例の速さで執行が行われた死刑囚としても名を刻むこととなった。刑の執行が急がれた理由の一つには、日本で最も憎まれた犯罪者と言われる彼への懲罰的な意味合いもあると考えられている。何一つ失うものがない人たちが起こす無差別殺人事件はこの後も後を絶たない。この事件以後、学校に関係者以外が立ち入ることは原則禁止となり、今日に至っている。事件から20年以上が経過し、元号も令和へと変わったが、こう失った人々の心が癒えることはない。子供たちが犠牲となった、思い出したくもないほどに凄惨な事件だが、だからこそ決して風化させてはいけないと俺は強く思っているよ。